確かに、うん、確かに、そういう意味で言うとさ、子供に対してさ、子供が楽しんでることに対してさ、わざわざそれは違うんだぜみたいなこと言うやついるじゃん。はい。現実を教えてやるみたいな。はい。これが現実なんだぜって言って、めちゃめちゃ子供の夢壊すようなこと言う人いるけど、はい、そうじゃなくて、やっぱ子供と一緒に、そうやって楽しめるような人っていうのが、はい、まあやっぱある意味オタクというか、その作品に対しての。あ、もっと言うのであれば、それこそ一番最初のプロローグで言った親と子っていう関係があったと思うんですけど、最初、見ている対象に対して、自分が同じ目線で見ることができるか。あー、なるほど、なるほど、なるほど。同じ目線で見れるかね。はい。お金持った同じ目線で見れるかね。で、財力を持ってるって、同じ目線で見れるかね。じゃあ、俺も二人と同じくらい通さないといけないんだね。アニメに対して。ブルーレイ何枚買えばいいのかな。好きな作品は買ってもいいとは思うよ。ああ。なんか。試しにっていうのでも好きな作品だったら全然ありだと思う。ああ。俺、フールーとかで見ちゃうからさ。はい。いや、まあ、あれもね、あれで、やっぱり、なんか、いろんな人に見てもらえるっていう感じでは、ありがたいなとは思うけどね。うん。その作品の良さを知って、さらにね、その作品に対して愛情を注げる人がいっぱい増えるツールではあると思うんで。じゃあ別にああいうのはいいんだ。D アニメとか、ツールとか。うん。大丈夫です。俺見てるし、それで。ああ、なるほどね。うん。俺はわざわざ全版買ってんのにとかではないわけだ。ああ、全然ないです。なるほど、なるほど。うん。そういうことではないです。へえ。結局、やっぱ、その作品に対して、寄り添うじゃないですけれども、同じ目線で見たいので、基本的に、してやってるのにっていう感じは出ない。あー、なるほど。僕はこれをしてやってんだぞっていうのは絶対出てこない。僕はあなたのことが知りたいんですって。あー、なるほど、なるほど。いや、なんかやっぱネットの世界ってさ、俺コンプレッサーだと思ってた。はい。ミュージシャン的に言うと。ね、こう、質の高い意見もこうやって俺たちに届くし、はい、逆に質の低い意見もこうやって誰の耳には入りやすくなるっていうかさ、はい、圧縮されてるなと思ってて、バリを取る感じ、うん、だからこそなんか悪い意見って目立つんだよね。ああ、なるほど。なんかオタクのなんかオタクイコール悪いみたいな、そういうイメージの出来事とかさ、はい、そういう言葉だったりとか、そういうのオタクが言ってたみたいなさ、はい、言葉とか結構ピックアップされがちというか、はいはい、だからオタクってもっと排他的で、結構他の物事とかに対して厳しいみたいな、はい、そういう意見持つ人も結構いるんじゃないかと思うんだけど、はい、こうやってコンプレッサーのかかってない生のオタクの人の意見を聞くと、非常に懐が深いね。正直、多分、悪いけど、まあ、あんま考えたことはないんですよ。例えばですけど、こう深く自分でこう作品に対して当たってこういろいろ知って、それを持っているからといって、ははんどうだ俺すごいだろうって思ったこと一度もないです。ああ。逆にさ、もっとすごい話の人の話聞きたくない？ああ、全くそうです。自分の今持っている知見では実はまだ足りていないのかもしれないって。そう。ああ。常にかもしれない、かもしれないっていう飽くなき、そういう知的探求心が働いて、もっと自分の中にこう取り込めるというか、自分の中にこうもう吸収できるような環境は他にないかなっていうふうに求めるように なりますね。そうか。だからこそ、例えばある作品の話に対してめちゃくちゃ知ってる人に出会えるとめっちゃ尊敬するんですよ。なあ、なあみたいな、なあみたいな本当に感じになる。そうなんだね。すごい。面白いなぁ。いや、なんか、よくさ、好きあらば自分語りみたいな。はいはい。このさ、ツイッターとかよく言われるけどさ。好き字語りだ。もう好き字語りみたいなさ。はい。そういう人が多いのかなみたいな。はい。ツイッターとか見てるね。はい。なんかもう、あれができないやつは、あれを知らないやつはダメだね、みたいなさ。はい。そのアニメに対して。はい。うん。そこも語れない要素はお酒なんて言えないよ、みたいなさ。ことを言うやつが、多いようなイメージを受けたりする人もいると思うわけよ、結構、
そう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 。でも結局なんだろう、まあこれをオタクとしてやっぱこう今の大衆の人が捉えられてしまう、本当に、まあ、なんかね悪いなんかになっちまったなっていうか、あの日常操作されてるんで結局、なんかだからオタクはみたいなさ、はい、ワードがよく聞くじゃん。だからオタクはさみたいな、これだからオタクくんはみたいな言い方をする人も多いわけさ。でその元にはなんかそういうちょっと排他的な意見しか言わない人とかが結構多かったりして、まあ、そういうのなんて言えば言い表せばいいのかわからないから一括りにオタクって言ってるのかもしれないんだけど、はい、なんかね、うん、完全にやっぱりさ偏見なんだよね。あ、すごく偏見があって、例えばね、まああの PV とかさ、うん、作ってるじゃん、見てもらえばわかるけど、ヒゲブラでね、ロン毛でこんなジャラジャラしてて、で、元アパレル店員じゃなくてオタクっぽくないけど、うん、でもめちゃくちゃ好きだし、うん、なんかそれで、あ、そういうアニメ好きなんですねみたいな風に言われるのもすげえ俺嫌だし、あーなんか意外とオタクなんすねみたいな、そう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 、ね、こうニュアンスとしてね、いいじゃん好きなんだ、なんかオタクをなんかすごくなんか悪い風に見せがちだよね。そうですね、そうだね、地位が低いものとして扱う人が多いね。要するにローカルチャーとしてっていう、サブカルの息を出ないでしょそれみたいな、はい、そうそうそう、なるほどねっていう感じ。なんかあれ良くない良くない、うーん、そうだよね。でたまにね、こう結構オタクの、オタクのっていうかさ、なんか、アニメとかが面白いとか、すごい世界的な記録を出したとかさ、はい、すごい、ちょっと日本の作品が盛り上がったとかっていうとさ、はい、あ、なんか、結構オタクも認められてきたんじゃないのみたいな、はい、ちょっと、やっぱ嬉しいわけじゃん、気持ちとしてはさ、これアニメ好きな人たちからしたら、そうやってなんか、日本の作品のね、認めてもらえるみたいな。はい、でもそうやって喜ぶ声が増えると、またそうやってなんか圧をかける人たち出てきたりするよね。まあ、それもそうですし、あと、例えば今褒められる、今言ったら嬉しいんですけれども、それって裏返すと、今まではまるで認められてなかったかのような。ああ、なるほど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 。そうだね、確かに。やっぱり結局、そのローカル、さっき言った、息を出ないんですよ。その、肩から見た印象操作で。あの毎回思うんですけど、オタクがこういうふうに見られがちっていうのがあるんで、あの例えばですけど、こう、まあ、使っていいのかどうかちょっと分かんないですけど、それこそ京都アニメーションの方で、あの去年凄惨な事件があったわけじゃないですか、で、そういうこともありましたし、例えばコンテンツがでかいものになればなるほど、やっぱりそれだけ不安分子っていうか、反乱分子っていうのが出てくる。で、あの、あるコンテンツがあったとして、そのコンテンツがいいコンテンツであるって見られるには、それを支えてくれる我々オタクのモラルがしっかりとしてないとダメなんだよっていう、いいこと言った、いいこと言った、オタクであるならば、その自覚を持ってしっかりと、あの真摯に作品に向かいなさいっていう、すげえわかる。あのさ、聖地巡礼とかさ、はい、あのすげえ迷惑かける人だって言うじゃん、あるんですよ、なんかゴミを捨てるって、あ、俺さ、でコミケとかもめっちゃゴミ汚かったりとかするんですよ。あ、これもったいないなって思ってて、そうだね、そこってもぶっちゃけライトな人とかディープとか関係なく人としてのモラルだもんね。そうですね、でやっぱり割と本当に様式ある人は、うん、コミケのそのカタログとかを、うん、ゴミ箱とかにポンって捨てないで、ちゃんと家持ってって、捨てたりとか、したりする人たちもちゃんといるし、うん、やっぱり、両極端ではあるけど、うんうんうん、そのモラルを守るっていうのは、まあ、重要ではあるとは思う。例えばですけれども、他にわかりやすい理由と、アニメじゃなかったら、音楽なんかめちゃくちゃわかりやすい理由で、うんうんうん、あなた本当に、その楽曲、そのアーティストさんの曲が好きなのであれば、まあ、例えばそのアーティストさんがオフィシャルで出してるミュージックビデオとかで視聴するっていうのは全然ありだと思うんですけども、それこそ違法アップロードされているものとかを、あんだけ好きっておい
ておいて、そのモラルはないでしょ。それってあなた自身も得しないし、その曲を作り出す生産者側に対しても得がないじゃない。でもやっぱり結局そういうコンテンツ、音楽、例えば音楽だったら音楽、コンテンツのその文化を守る、支えてあげられるのはオタクたち自身、あなたたち自身のモラルですよ。それを自覚した上で。そうだね、ミュージック FM とかさ。そうです。もう。いまだになんか当たり前に使ってる人いるけど。音悪いし。俺一回検証でダウンロードして使ってみたんだけど、普通に音悪いから。もう、幕2、3枚貼ったような音質で聞かれてもなーってのはちょっとあるよね。うん、良くないなと思いました。じゃあ、で、他にも、さっき言ったモラルの話ですけれども、自分が高校2年か3年かな、2年か3年の時に会った友人が言い放った、もう本当に今でも自分の心の方にしまってある大切にする言葉なんですけれども、2次元と3次元を区別できないものに2次元を探す資格はない。はぁ。要するに2次元と2次元での世界の楽しみ方って人と3次元での世界の楽しみ、うん、ここに対しての明確な線引きをあなた自身ができないのであれば、あなたは間違いなくここに対してモラルが欠如してるから、正直楽しむ資格はあなたにはまだないよっていう。わかりやすい例でいくと、ここ最近のアニメ市場ってただアニメ作品だけじゃなくて、例えばそのアニメ作品に携わる声優さんっていうコンテンツがすごく台頭でかくなって。確かに確かに確かに。それって、アニメって本来2次元の作品なのに、それを支えてくれている3次元の方が出てきたわけですね。前に出てきた。で、結局、それがどうなってくるかっていうと、この作品、なんで声優さん、この声優さんなの、おかしいでしょって。言ってくるのは、いや、正直申し訳ないけれども、あなたが、結局、何を言いたいよ、 2次元の作品として何批判してるの、それとも3次元の人。そうです。あ、要するにそういう線引きができてこないがゆえに、そういう人たちがよくこう事件を起こしたりとかするんですよね。で、事件を起こしてテレビで特集されて、うん、後から実は犯人の宅から画像ポスターが出てきました。ああ、そういう人たちってやっぱごく一部なわけでしょ。ごく一部な。なんだけど、それが一人でもいると、それが悪目立ちしたんだよね。そうです。多分、どの業界もそうなんだけど、それで、あ、オタクやったよ、みたいな。またやらかしたよ、みたいな言い方になっちゃうんだよね。じゃあ、俺ね、ほんと、京アニの事件はね、本当にショックだった。本当にショック。いや、マジであれはショックでしたね。いや、俺もあれ意味わからなかった。うん、そこまでされる理由全くないよね。なんだろうな。で、これ思ったんだけど、あの方って、あの犯人の方、本当に、そういうアニメとかを好きだったのかなってちょっと思った。思った。そう、そうですね。なんか、自分の、なんか、なんだっけ、ストーリーをパクられたみたいなこと言ってるけど、本当に好きなであれば、本当にパクられたのであれば弁護士通すし、本当にアニメが好きだったら、まず制作会社に乗り込まないし、なんかね、で、なんかメディアはあの人はオタクだみたいな感じで言われてるけど、俺は逆にオタクじゃないと思って。俺も、多分オタクじゃない。ただの、なんか頭おかしい人だろうなって。まあ、ただの社会病出者みたいな人が、なんかもう、どこで切れるか分かんない爆弾みたいな状態で、それがたまたま京アニに矛先が向いたっていうだけの話っていうことだよね。そうですね。うん。オタクが爆弾魔なわけじゃなくて、爆弾魔の中にオタクがいたっていう感じですね。うん。そうだね。仮にオタクだったとしても。そうそうだ。だから、なんか俺、オタク以外のワードをいろいろ考えて、なるほど、なるほど、なるほど。なんかさ、日本で言うと、オタクってすごいマイナスなイメージだけど、海外から見ると、尊敬の対象なんですよ。そうなんだ。そうだよ。そうなんだ。ジャパニメーションはもう、
すごいんだ。すごいんだ。すごいですよ。海外からの目線、もうアメリカ人とかからすると、アニメが好きで日本に来ました。日本語を学びましたとか。でも、日本人の大変は、なんかオタクに対してすごい悪いイメージを持っちゃってる人も多い。なんか、もったいないよな。そうだね。まあ、オタクの語源はさ、自宅の宅で、はい、だから家に引きこもって、はい、まあ自分の好きなことに熱中してるっていう人が、まあ語源みたいな、はい、言われ方をするんだけどね。だまあ、自宅の宅でオタク。自宅で。なんか、ギーグとかで、ね、ああ、ギーグ、はい。ギーグとかって言われるじゃん。ああ、フリークとかでもいいよね。ギーグ。確かにね。アニメフリークとか、アニメギーグとか。なんか、そういう言葉になると、またなんか偏見の目がちょっと変わるんだろうなと、俺は前から思ってた。アニメスペシャリストとかね。いますよ、全然、本当に。あなたアニスペですね、みたいな。なんか、あれに近いですね。例え話で。飛行機の中で、お医者様いませんか私、あの、外科医ですよ。ゼータガンダムについてめちゃめちゃ詳しくていらっしゃいませんか。あの作品のあの本当についてお知らせっていうそんな感じ。まあ、最近で言ったらまあお酒じゃないですね。さっき言ったそのどう見られているかっていうかっていう話で言うと、ここ最近だったら新型コロナウイルスの影響で本当にライブハウス業界っていうのは大打撃です。でもあれもなんであんなに大打撃受けたかっていうと、やっぱり結局はメディア側の人とかやったっていう。ああ、いや、ほんとそうだよね。えぐかった、ほんとに。でもね、あの、細見さんが面白いこと言ってたんだけど、うん、あの、音楽業界で生きてるやつはタフだから、大丈夫だよって。あれそういうのなんかね、綱渡りみたいなのを経験して生きてきた奴らだから、大丈夫だよ。間違いない。普通のことではまず死なないみたいな。そうそうそう。わかるわかる。別に生きていけるしね。もともとまあ、ギリの生活やってる人が多いから、そうだからね、別に今更面白かった。そうだね、そうだね。今までめっちゃ金持ちだった人が急に金なくなったわけじゃないからね。はい、確かに確かに。